慣れた葛城さんを追われた石原氏に総員へ素網をかけて我が城となす。坊主はもとより参拝に訪れる者を手当たり次第に絡め取り、生き血を残らず吸い尽くさん。恐れげもなく枠糸を踏み、子雲を殺す者がおる。生き血を食らう凶楽の妨げ、いで息の根を止めてくれん。カラカラに乾いてる。襟首がムズムズしてきやがった。この小坊主、糸でぐるぐる巻きになっちゃいるが、まだ息はある。眠らされてんのか。南無阿弥陀仏。誰かは知らんが気をつけなされ。あれは書物に残る危機開会、葛城さんに千年生きる土蜘蛛じゃ。膨れた腹に詰まった犠牲者の千と九百九十のドクロがこぼれ落ちては化け蜘蛛と変じると言われておる。なんてこった。姫、どうか死んでくれるなよ。一体誰がこんな目に遭わしやがった。畜生め。キスケ、お主が来てくれたのか。よくも俺の許しなくその気色悪い口を姫の胸元に吸い付けやがったな。芋差しにしてモズの餌にくれてやる。隠れてないで出てきやがれ。待っていたって、おめえの安っぽい網に引っかかりはしねえぞ。知らんのか、もはや網の中におる獲物であろう。見やれ、子雲らがウニの血を吸いたいと騒いでおるぞ。Hey!
拙僧も修行が足りませぬ。喜助殿に助けられた今、一層夢でも見ておる気がいたします。葛城さんの土雲に鬼人のごとき剣の腕前を持つ少年、そして何より驚かされるのがあなた様。虎姫様は鳴神海域騒動の折衛生され、拙僧が密かに供養いたしました。墓は鏡家の菩提寺にあります。勇気の類にも見えません。間もなく七七日となるはずの虎姫様が何故生きてこうしておられるのでしょうか。おい坊主、虎姫の墓があるってのはどういうことだ。俺を担ごうと言うんじゃねえだろうな。拙僧も出家前は鏡の遠い血縁で、当家とは懇意にさせていただいておりました。虎姫様も幼き頃から見知っておればこそ、鳴神の事件に駆けつけて葬儀を務めたのです。姫は確かに見まかられた。そんなバカな。危ないところでした。数々の無礼を詫び礼を申します。それより今の話は、墓があるとかねえとか一体どういうこった。鳴神からお主が崩れを持ち去った後、公儀の手の者に切られ、わらわはこの世を去りました。されど封の解けた崩れ村政が世に災いとなるのを知りながら、あの世には行けぬ。そ慈悲深い阿弥陀如来様はこの儀をお聞き届けになり、七七日までの間だけわらわをこの世に戻してくださったのです。難しいことは分かりませんが、一つ気になるのは、喜助さんが虎姫様のことを好いておいでではないかと。こいつやぶから棒に何を抜かしやがる。父上様ご切腹の際の言葉に応じ、鏡家に代々仕えた侍たちが冥界より参じて味方してくれました。されど法院の調伏に遭い皆は無参したため、結界を破れず江戸にある九頭竜に近づくことすらできません。先祖の役目をわらわの代で無意にはできません。法然様、どうか四悪道に迷わぬようご法の院お授けくださいませ。川中島の古戦場より修羅界へ入り、ゆかりある同志を募ります。天地の断りに反しても仏様との約束の刻限もあとわずか。もはや手段を選んでいては九頭竜を封じることかないません。